一つの土曜日名曲を弾き語りをしたいと思っております。この曲はですね、歌詞については男性女性ともに経験された方も多いとまでは言わないですけども、いらっしゃると思うんですよね。こんな私でも経験がありまして、まあそれは、弾き語りの後でお話し、したいと思いますので、興味のある方は最後までご視聴お願いします。はい、この曲はですね、もう大好きでよく聴いてはいたんですけども、ちょっとね胸が締め付けられるところがあるんですけども、歌ったことは実はなくてね、弾き語りもしていない、これは浜翔しか実際は歌えないだろうと思ってたのでやってなかったんですけども、コメントでですねアコースティックバージョンがあるということを教えていただいたんですね。でこれ知らなかったんですよ。初めて聴いて、こんなアコースティックのハーモニカ入りがあるんかと思って、早速耳コピーをさせていただいた。まあ、ギターの音色からしたらエレアコか、まあ、ピックアップをつけたアコギかなんでしょうと思うんですけどね。で浜翔さんのキーはですね D シャープ、カポさんの C で弾かれてた、弾かれたって音声だけですけども、まあ、弾かれてるカポ C でね、これがその弾き語りのキーなんですけど、これいいですよね。でもねハーモニカがねその D シャープというハーモニカを持ってないんですね。なので D のハーモニカ、ハーモン落としてちょっとね低音が厳しいんですけどね、ボーカルとしては。まあでもカップ2でやりたいと思います。本当はこの C でね、夢眠れずに泣いていたんだろう、いいよなこれ。はい、そしたらですね耳コピーしたものを弾き語りしたいと思いますが、早くやらないと忘れてしまうハーモニカのメロディーをはい、やりましょう。
これは経験談なんですけども、私がですね、20代の頃ですね、1980年代の初めの頃なんですけども、まあ吉田拓郎さんの曲にもありますけども、制服という曲があるんですけどね、まあ集団就職で、この、まあ、ここ関西なんですけども、まあ九州とか沖縄の方がね、集団就職でこっちの方に、やってきてたんですね。で、まあ20代の女性がたくさん来ていたんですよ。で、まあこれ今でいう、まあなんちゃらモールとかなんちゃらタウンの、まあ、前身にあたるストア系のことなんですけども、私はね、アルバイトをしてたので、まあ地方から出てきてですね、まあ不安もいっぱいの中で、まあ優しい先輩に惹かれるっていうのはわかるんですけども、これね、まあ最大者が多かったんですよ、それが。多かったんですよ、本当に多かったの。私の知ってるだけでも5人ぐらいの人ですからね。アルバイトですけどね。機会があって、女子社員と交友を持ったんですけども、それでいろいろな悩みの相談とかもね、アルバイトながら聞いてたんですね。で、そういうことなんです。まあ本当に浜松の世界、この世界なんですよ。まあお付き合いもしつつですね、そういうのはあかんなというところで、まあ自分では助け出したつもりだったんですね。でもこれね、武勇伝じゃないんですよ。なぜならば、指輪を渡していない終わり方をしている。だからね、また傷つけてしまってるんですよね。もう最悪ですよね。だからこの曲を聴くとね、なんか心が痛くって、実は弾き語りするの初めてなんですよ。曲は大好きなんですよ、曲は大好きなんですよ。大好きで詞の内容もわかるんやけど、ものすごく心が痛いというね、お粗末なお話でございますが、はい、ということで、これもリクエスト曲だったんでね、やってみました。またお会いしましょう。ありがとうございました。